アミータ。エイジ、ロンギヌスから届いた。ありがとう。ありがとう、兄弟。製茶工場からアヘンが送り出されることも聞いた。あんな麻薬は処分する。処分？あれがあればキラットに不足してる薬品が作れるわ。アミータ、前に話したろ。キラットを麻薬王国にするのは間違ってる。サバル、もちろんそんなつもりはないわ。話を飛躍させないで。キラットは医薬品が極端に不足してるのが現実よ。これで医療を充実させるの。俺たちのやり方ってものがある。パガンと同レベルになるぞ。モラルの破綻だ。どこがモラルの破綻になるわけ？やるよ。お前が味方でよかった。モハンは薬をさばくためにゴールデンパスを作ったんじゃない。アミータは今瞑想してる。製茶工場を焼き払いに行ってくるんだ。工場に到着。ケジ畑が見えるか。作物も収穫物も全部燃やしてくれ。宮殿にいるパガンの野郎が財産の焼け焦げる匂いを堪能できるぐらい派手にやれよ。Ugh.
畑に火をかけた。燃え上がるところをこの目で見たかったぜ。お前の父さんは市民のために戦うと同時に国土を守ろうとしていた。俺たちの魂は大地と岩に結びついている。アミータはそれを理解していない。